皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ近未来編、なんとかくん、名前忘れちゃったよ。なんとかくんがさらわれて不当に来たところですね。で、一応下の方が目的地にはなってるけど、他に入れるところとか、それこそ敵とかはいないのかな。カズ来た。え、追われてる。連れ去られてるとこだったのか。兄ちゃん、あいつな、あのなんだクルセイダーズのやつら、なんでこんな周りくどいことやってんだ。こん中か。あ、違う。兄ちゃん、一人こけた。やつを殺す。どうやって運んでんだ。じゃん、兄ちゃん。兄ちゃん、不当から船で運び出すっていう感じかな。先に来ていたか。追い詰めたぜ。てめえ、いつもいつも俺たちの邪魔をしやがって、ぶっ殺してやる。貴様らには無理だ。リーダーがいるんだ。ただリーダーはボスっていう感じじゃないから、倒してもあれそうだよな。マタンゴ能力アップか。5しか回復しない。何、パンチキック。ちょっと射程詰められたな。タロイモパンチで、ちょっと遠くのものがないな。もう一歩行くか。怒りの鉄拳4ヒット238。こいつマジで強え。ま、蹴りでいいでしょう。ザコ身の程を知れ。全然経験値入らんな。もうい、え、誘拐の目的は何だ。吐くわけねえだろ。なるほど、情報統制は取れているということか。言えねえ。スクワの研究所へ2000人連れてかなきゃ。あの陸軍総帥に。陸軍が絡んでいる。こいつは読めない。変わんねえか。こいつら陸軍とか筑波とか。乗り込むか。筑波に。帰るぞ。こいつらこのままにしといていいの。ま、待ってくれよ。え、置き去りにされたんだけど。まあこのまま出ればいいかな。特になんかアイテムとかも探してる時間ないし。で、一回帰んのか。お、なんかある。また園長の編み物かよ。
あ、なんか怒ってなかった、気のせいか。ちょっと見たい。あれ、出れん。こっちじゃなくてもうちょっとこっちか。どこへ？ダメ、マチさんのことお兄ちゃんに感づかせちゃ。マチさん言ってた、帰れないかもしれないって。絶対にお兄ちゃんには言うなって。マチのバカ野郎、カッコつきやがって。俺も行くぜ、筑波に。よし、行こう。太郎がいればなんとかなる。あ、そうだよ、渡辺のワッペ。あれまだあるの？いっぱいある。でも何個手に入るのこれ？何個でも手に入るの、渡辺のワッペって。どういうこと？しかも渡辺のワッペって普通の T シャツだな、これ。ここは何にもないしな、スウェットしかない。ろくなもんがねえな。別に売るとかもないしね。結局バーとかって何の意味があったんだろう。アポあるよ。はーいとか嘘つけ。何ない。そんなもんね、アポはねえけど、用ならあるぜ。なんだ君は。黒服、ここって届かねえっけ。エルボだな。あ、弱点なってる。あれ、サイコアルファ。こいつも念動力者か。機関、この射程がなんか難しいんだよな。もう一個下だったか。タロイモキック、タロイモか。なに、倒せねえ。エルボ、どれ、どんなもんや。おお、それも成長したもんだ。ヒールタッチ良さそうだな。相手を回復できそうだね。でタロイモはもう強くはならないか。なんだ、あ、見つかったってこと。完全に後ろ取られたんだけど大丈夫。まあいい、俺の経験値の糧になってもらおう。黒服よ、どれ。最高だった。これが何の効果があるのか。え、普通に、うわ、いろいろダウンしている。タロイモパンチでいくしかないな。ダヨン、な、ギリギリ倒せない。どんなもんや。うん、いいね、経験値がいい。なかなか上がらなくなるまでは倒していこう。普通に、あれ、お姉さんとかどちらにご用で。普通に入ってきたと思ったのかな。あら、かわいい。お金なさそう。金かい世の中。黒服は襲ってくるな。ゲッ、ドーベルマン1号とかに入る。俺のエルボー、いや、どっちもどっちな。炎とかねえし。あれ、硬い。引き裂き、ガッ、強すぎる。キック当たる？いや、キック当たんねえな。パンチ、いや、これあれだ、黒服先に倒すべきだな。黒服ならば
エルボでいけるはずだ。ほら、ほら行け、ドベルマン。お前に罪はない。見逃してやろう。どんなもんよ。この中とか、あ、一応入れるは入れる。で、こことかもあるはある。研究員か。頭悪そうね。そりゃそうだろ。見たまんまだ。投げナイフ。消えて投げだ。金は安いし休みは取れない。金払いはよくしないとダメだろう。知りたい極秘プロジェクトで逆側から出んのか。黒服、ちょっともう一回戦えば多分レベルが上がる。でこれはもうドーベルマンなのか。ちょ待って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 、エルボでこっち。いやブレイクダウン、かまってられんいるな。よしレベルアップ。ヒットポイント23、いいね。特攻と物理攻撃がわからない。どっちがどっちなんだ。普通にエルボーは物理攻撃っぽいよね。特攻が、なん特攻で攻撃できるやつがないからな。一瞬で見つかったんだけど。二人か、黒服。エルボー。ほら。あれダメージ上がってる。でもやっぱり。どっちもどっちだよな。攻撃力。最高アルファ。ローキック、ね、どんなもんよ。またごめんと、うーん、まあ経験値がちょいちょいになってきたな。これ下そのままいける？あ、いける。見つかった。でこっちじゃなくない？逃げよ。で、あそこがゴール。こっちから行けるのかな。お前を倒す。ドーベルマン従えてるな。しかしそれが逆にアダとなる。主人がいなくなればただの犬同然よ。どんなもんよ。お、怪人じゃないか。てめえか。名前が知れ渡ってる。お前なんざ、屁でもねえぜ。それはどうかな。こいつらは全員倒さなきゃいけなくもないけど、一体ずつ行くか。じゃあ。ドリアリゲット強っ。で、ちょっと待って、タロイモ効く。こいつ当たる。なるべく離れよう。124か。まあでも28しかないもんな、こいつ。ヒットポイント。いや、つえ。そうか、防御力減ってるからだ。こいつは硬いな。ビビ
いいね。あ、死んだっぽい。だろ、チキン、しょー、カメー。まあ、切らないか。パンチは方の方で、ちょっと待って待って待って火炎瓶なんて投げてくるんだ。やべ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 、頼みもくん。だよ、やっぱギリギリなんだけど。だん、いや強い。あ、強化パーツだからこれ装備させてみるか。バカ野郎、まあもっと早く出てこいよ。真正面から乗り込んでくるバカがどこにいる。待て、こっから先が本番だ。根性据えろよ。無謀松が仲間になった。仲間は3人か。レベルは8、変わらない。で、なんか強化パーツ的なもの、写真、胸ポケットに忍ばせて、ポーチだな。ちょっと待って、ここら辺なんかある。へそごま。下がるだけやんけ。水弾が、特攻が上がんな。物理攻撃上がるけど、特攻がめちゃくちゃ下がんな。下がんのは嫌だな。強化パーツとかって、何なんだ？これ、あいつのところに持ってくのかな。ロボットの性能アップさせるパーツとすれば、ちょっともう戻れないぞ。じいちゃんのところに持ってけば、なんか作ってくれたかもしれない。なんか敵が変わってんだけど。さらに強敵になるか。黒服って黒くないし。おお、多すぎやんけ。どうやってこれ突っ込んでいく。一体ずつ排除していくか。やっぱりエルボーの方がいいかな。ほら、どうや。でタロイモキックをこいつに浴びせて、で無法末で突っ込んでいこう。大爆走94。無駄だって。反撃倒せんじゃん。反撃倒せんだ。あ、そうしすぎた。範囲が広すぎる。で、ま、ちょっと待って待って、当たらん。どこにだ。これ全員分経験値入るの。まだやるか。だか、経験値が全然入らん。ミニ四駆の経験値が全然ないんだな、きっと。ちょっと待って、なんかないっすか。侵入者、博士に知らせなければ。やばい、バレた。おおおおおお、やべえ、黒服がいっぱい来た。いっぱいいすぎだろ。ガードマンか。減るイメージってない。能力を下げるか。これでもなんか戦闘意欲をなくす。魅了とか、あ、全体ではないのか。まあいいや、一体ずつ解除していくか。タロイモキック、いや倒せん。ガンマ戦、いや強すぎんだろ。反撃で倒すけど。でド根性やって、ド根性エルボーで倒して、タロイモちゃんは
ちょっともうちょっと攻撃力が欲しい。ミスりやがった。頑張ってん。なるべくこう動かずに攻撃してターンを回す。はいはい。でエルボー頼むパンチ。これで倒せないのが痛いよな。もうマジで何にも役に立たないし。どこんだてっかません。誰も死ぬぞこれ。まだ生きてるか。ほらほら反撃ミス。おや一応エルボーにしとこう。ほらどんなもんや。またアンゴライト。これでガードマンだいぶ倒したと思うんだけど、そのまま行こう。ダメ捕まった。ジェネラル見た目は一緒だけどな。あ待ってレジストになってる。強いぞ。めった殴り185。瀕死なんですけど。脳天ショートってこういうあれなんだ。とはいえちょっと待てよ。ドリアセイ足払い死んだ。いや、これなんかもうアイテム火炎瓶みたいなの投げナイフそういうあれか。ちょっともうあいつ死んだままでいいや。しょうがねえ。光の鉄拳1234116。足払い。あ俺じゃない、よかった。頼もう。頼む。全然弱え。やべ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 。ちょっと頼むに回復させよう。死ぬ？まだ生きてる。頼むもん。ちょっと頼む。マタンゴライトでこっち。デンジャー！あ、2人とも回復した。てか全員回復して、しかも超上がってんだけど。こいつを何？やりおるわ。どうする？これ眠らせられる？タロイモパンチ。めった殴り方死ぬじゃん。さあ。いっと。ゆっくりおねんねしてな。ゼロ。あ寝た？これ寝てさ攻撃したらどうなんの？ヒールタッチで回復させよう。今のうちに体勢を取るまで待たせたな。で攻撃してみるよ。いや起きたらしょうがねえ。起きた。寝かせたままにしておくべきだった。いやだから126。これじゃ倒せないけど、いやめった殴りはやばい。めった殴りが強いんだよ。でタロイモやってマスで攻撃して倒せるはず。てか早え。だがこれで終わりだ。敵強。まだやるか。俺も成長したもんだ。フレームイメージ、ああなんかすげえいいの覚えた。これ先に覚えとけばよかった。ちょ待った、しまった。だがしかし俺にはフレームイメージがある。じゃこっち系か。これだったらなんとかなるよな。フレームイメージ
やってみよう。くらいやがれ。おら。おお、強い。で、パンチやって。まあ。で、こいつあれだもんな。こいつここに当たんないよね。じゃあキックでいいや。そんなもんか。お届けな。大爆走。ゲー下げられた。許さん。こいつ足払いなんて使ってるの。さあ、あとはもう突っ込むのみ。これさ、たもうスティックが暴走するんだけど。スイッチのコントローラーのブレイクダウン。どんなもんや。強化パーツ。さて入ろう。ロックさ、ロックかよ。じゃあこっち。一体ジェネラル。来た。ちょっとフレームイメージが自分中心の8マスか。くらいやがれ。いけ。いいね。なるほど。でタロイもキックは無理だから減らしとこう。290は減らせられないから210だったもんな。超弱いだもん。足払い。いで、マジかよ。いや、動けなくなっても大丈夫だ。ヘビーブロー、失神させるはありだな。聞けばの話だけどね。どうだ。いや、無理か。問題はない。フレームイメージこれで228か。くらいやがれ。1とかなんか損壊だったかな。185だいぶ減った。どっちか死ぬこれ。いや、松は生きてるか。タロイはもう無理だよ。戦力ならんこいつに関しては。いや、まだ生きてる。まあ怒りの鉄拳で倒せるっしょ。そこか。まだやるか。辛口だ。辛口の割にはあんまり経験値が入らん。え、極秘ラボなんだ。チミはこれまた呼ばれんじゃん。流体アンドロイド。背中が未完成でメカがむき出し。デートだから残業しないで帰る。なるほど、背中を狙えってことね。お、なんかいる。のめり込んでいる。私にも知らされていない。液体人間はロボットの血液のようなもの。あ、そうなんだ。だから液体なんだね。ちょっとえぐいけど。なんかエキタイ人間の精神波は最高のエネルギー。え？なん？か、体を返して。マジか。助けて。四年体は生きているということか。ID F49F。なんでさ、そんなこと思ってるの。心の中でこいつそんなこと思いながら仕事してんのか。 F49F って。こいつはまだ倒してないから。いるな。またこのめんどくさい系か。まずは周りを排除する。やがれ。おら。
決まったな。そしてえーと左ってあいつの通り道を作んなきゃいけないから、ちょっと待って、こいつでよかったんだ。で進んでく。足場で引っかかんなよ。体当たり気にしない気にしない。無駄だ。ノーテンション。こいつめちゃくちゃ弾の遅いな。どこんじゃ。消えな。まだやるか。いや全然経験値もらえないわ。F49F 開いた。乗り込め。鳥がいる。なんだこいつら、超怪しいんだけど。なんだ貴様、兵はどうしたのだ。山崎、知り合いか。貴様は松井。松井だから松。おお、無法松とは松井。貴様だったか。うっしゃっしゃ、ちょうどいい。おインコ様のためのモルモットがさらに増えたというわけだ。我が名は死んでるマン。死んでんの。生きているのに死んでる。自分で言ってる。私を変人扱いした学者どもは皆液体人間にしてやった。取り逃がしたのはあの男、東米ただ一人。あいつもサンプルだったか。セルル、お主らには分からぬのか、この素晴らしさが。現代科学と古代よりの英知が日暮里のオデオ寺で一つとなるのでける。2000人の生命が一体となり、大インコ像に我らが神オデオ様がお降りになるでける。この汚れた世界もあと少しで救われるでける。せっかく来てくれたのだ、手ぶらで返しては失礼だ。博士からささやかなプレゼントがあるそうだ。ちょうど人間相手にテストを行いたかったところです。液体人間ロボット W1 号、その力を見せてあげなさい。トマ5、お前殺す。背後って言ってたよね。後ろとか関係あんのかな。やっぱりとりあえず回るか。じゃあそれ後ろがよくわかんねえな。なんか眠らせんのがウィークになってんな。弱点光、ちょっとやってみる。弱点というからには992とか最高フレア強い。なんか燃えてんだけど。うおや、マジでスカイ。これ正面から行って太刀打ちできるか。ヘブイメージ、ゆっくりおねんねしてな。元は人間、寝ろ。寝ない。気化爆発とかなんか。おお、そっか、私はこれはそういう勝ち方でよかったのか。こんなとこ、松のレベル上がった。ゲー、なんか大して
上がんねえ。まあヒットポイントが上がったこと自体はいいけど。息子よ、元気でいてくれ。悲しい。何？誰かの父親か。渡辺の。なんでわかんの？てめえら！バカ野郎、逃げるぞ！陸軍相手じゃ分が悪い。まあ、そりゃそうだよな。つくばの秘密を知って生かして返すと思うか。奴に手を貸しているのは陸軍総帥山崎、そして日暮里にあるオデオ寺の雲龍じゃ。あんな奴らの思い通りにさせてたまるか。何か打つ手はないのか。無力大王が動けばあるいは。まあ誰ですの、その無力大王さんって。園長さんいたんだ。古代メカブリキ大王、かつて古代バビロニアの聖人が念力で動かしたと言われるロボット魔人じゃ。ロボット？かっけー。兄ちゃん、兄ちゃんの超能力でブリキ大王を操ってよ。悪いやつなんか叩き潰しちまえ。足を続けて。え、こいつ体弱いの？残念ながらこやつでは無理なのじゃ。まあそういう言い方もあるな。なんつーか、そのメンリキか。念力なしでも液体人間を注入すればタロイモのように動かすことも可能じゃろうが。俺が赤耳ガメをたくさん取ってきてやるよ。無理じゃ。ブリキ大王はあまりに巨大じゃ。人間の精神でなければ動かせん。取り組むことはねえ。ここは一つ俺がやってみるか。なんで？残念だがお前さんでも無理じゃ。昭和の男に無理なんて言葉は通用しねえぜ。昭和の男なんだ。男無法末、無理を通してみせる。どっか行っちゃった。こりゃ待たんか。わしの発明ぞ。
というところで、では筑波をクリアしまして、次回ブリキ大王動かすところになりますかね、というところで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。